ということでですね、いやもうまだ一滴も飲んでないですよ、私。一滴も飲んでないと言ったらですね、何を作るかと言ったら思考シリーズですね。今回の思考シリーズ、実は前に一回撮ったんですけども、あまりにも僕酔っ払ってて、調理工程間違えたんですね。後々やってみたら。やっぱりね、ちょっと顔に、ちょっと出てたというか、こんなんじゃないとだったので、今回撮り直しです。なので僕宣言します、思考シリーズはねベロベロにならない。ベロベロになって思考シリーズを作ってはいけない。はい、これでまたベロベロで思考シリーズやったらすげえ怒られるまあメリハリが大事だということで、ね、今回はですね思考シリーズの中でもめちゃめちゃ簡単なんです。思考のグリルチキンでございます。皆さんね、グリルチキンって言ったらなんかオーブンで焼くとかっていうのがあると思うんですけども、今回はねオーブントースターだけで焼き上げるグリルチキンで、これがねめちゃめちゃうまいんですよ。でしかも思考シリーズの中で1位には争うほど簡単です。今回はですねこの思考のグリルチキン、これを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料はね超簡単。まずね鶏もも肉、これに1枚で 300g から 350g ぐらいのもの、それによって塩の量が調整されるんでね、はい、もしあれだと追い塩すればいいので、下味は小さじ3分の1ぐらい。あとオリーブオイル、エキストラバージン今回使います。ピュアでも大丈夫なんですけども、今回バージンで、あとオレガノです。で、あとブラックペッパー、あとこれだけ。味の素とか使いません。今回はスパイスとお塩の味だけで、調理法だけで食べさすっていう、僕にしては珍しい料理です。こういう食べ方もあるんだっていうのを皆さんに伝えたい。今回はチコのグリルチキンをこの材料で。で今回ですね、まあ2度目の撮影ということで、もう本当非常に反省しております私。しかもスタッフのみんなに編集してもらった後に気づくっていう低たらくでございます。ということで皆さんに謝罪の意味を込めて私飲みたいと思います。もう詫びたい。じゃあスタッフの皆さん、大変申し訳ございませんでした。いただきます。なので罰ゲームとして私酔っ払いながら料理をしていきます。はい、それではですねやっていきたいと思います。鶏もも肉なんですけども、一枚肉で、で今回はいつもね下処理とかたまにするんですけども、今回はあえて何もしないです。っていうのはですね、オーブンでじっくり焼き上がるので、もう中まで火通りますんで、逆にね火が通りすぎちゃうと硬くなっちゃったりするんで、今回はですねもうこのまんま、丸のまんまやります。ここにもうこっから味付けをしていきます。お肉の下味をつける時っていうのが、これも人それぞれ違うんですけども、だいたいお肉の塩分とかっていうのは 0.8% から 0.9% が一番いいと言われてます。これなんでかっていうと、人間の持ってる塩分っていうのが 0.8 から 0.9% ぐらいなんですね。なのでそれぐらいが人間が一番美味しいと感じるっていう風に言われてます。僕なんか酒飲みなんでね 1% ぐらいが好きなんですけども、で今回 0.8% の塩味をつけたい。でこれが 330g なんで 2.64 とか 2g のところまで振ります。ひとつまみぐらいかな。じゃあうん、これぐらいですね。はい、でこれを、まあ、全体にすり込んでいくと。でここでオレガノを振っていきます。お肉がうまくなります。でこいつを、まあ、小さじ1弱ぐらいで、これもうまんべんなく。今回はオレガノが主要スパイスになってます。スーパーで必ずオレガノって売ってますから、使ったことないと思うんですけども、これ使ってみてください。洋風のお肉の炒め物とかオレガノ使っていただくとすっごい美味しくなる。であとは胡椒です。ブラックペッパーもねやっぱり、ね、入れたい。オレガノだけだとね結構ね単調な香りになってしまうので、このブラックペッパーはね、まんべんなくね。でこれです。これで下処理は終了でございます。でこの状態でオリーブオイル、でオリーブオイルをかけることによって皮がですね油で焼かれてですねパリパリになります。これを全体にこんな感じで、これたっぷりやっちゃっていいです。はい、これ重要です。前回ねこの工程やんなかったからあんまパリッといかない。これで焼いていきます。で焼くのはこのオーブントースター200度大体20分ぐらい、20分から25分、まあ皮がパリッとするまで焼きます。これがうまいんだ。200度に温めてからじゃなくてはいいんだ。あ、そうそうそう、これねいい質問したね今ね。温めなくていいんですかと。オーブントースターっていうのはそもそも温めるようにできてないんですよ。で、本来ならばグリルチキンっていうのはオーブンで作ります。でオーブンっていうのは余熱ができるんで、余熱してからやるんですけども、今回ですねこの鶏肉っていうのは、冷蔵庫から出したてで冷たいままやってます。で冷たいまんまの鶏肉を
最初からですね200度でやるとどうなるかっていうと、じわっと中まで火が通ってくるんですよ。こういうようなですね長時間の火の通すやり方の場合は予熱しなくてもいいんですね。はい、じゃあこれで20分待っていきます。はい、結局ね28分ぐらいありました。今皮パリッパリです。こんな感じです。これオーブントースターですよこれ。はい、それではですね焼けたものをまな板に移して切っていきたいと思います。皮パリッパリで、これを切っていきます。はい、じゃあお皿に持っていきます。はい、まあ、こんな感じですかね。で、まあちょっとレモンを添えます。まあそして、まあこの焼き汁ね、焼き汁もお皿の方に流して、上からかけちゃうとねパリパリ感がね なくなっちゃうので、もう下にかけてください。はい、じゃあこちらでですね至高のグリル式完成でございます。はい、それでは食べていきたいと思います。いただきます。うん、多分いける。じゃあいただきますよ。音聞いてるな、音。いただきます。おい、ちょっとねやっぱ 0.8% なんで、酒飲みはねちょっと塩振った方がいい。で、塩とレモン、これ柔らか、こんだけ焼いてんのにだいぶうますぎる。めっちゃ皮バリバリ、マジうまい。でね、やっぱねオレガノの香りよね、この香りを生かすのにはハイボールもそうだけど白ワインかな。ちょっと白いってもいいですか。じゃあもう一回いただきますよ。うまっ。すべてのワインバルでこれ出してほしい。そしてハイボール行くんだったら変幻自在ですよ。味付けがシンプルだから、まあ、粒マスタードね、これをガブリといただきます。ワインもハイボールもいける。とんでもねえ怪物生み出してしまった。こうなんとハイボールにも白ワインにもめちゃめちゃ合うですね。これじゃあの至高のグリル式ほんと美味しいんで、でオーブントースターあれば時間をかければできると。なのでぜひ皆さんやってみてください。ブレッサーズ焼いただけでうまいからです、これは。はい、まあこれに味の素振ってもうまいんだけどね。味の素使い出すとさ、あのなんかあの肉のうまみがとかいう人が いるんですけども、まあ、そういう人たちは全部無視なんですけども、鶏肉っていうのはあのそもそもね肉自体にうまみがかなりついてるもんなんで、なんで、なんかソースとかを塗るとかじゃなければあのもう焼いただけで結構うまいんですね。はい。